半馬岩尾先生です、OB ファイナリーオークションのですね、投資方法を紹介いたします。これをね、1分3分5分用でございまして、オンデマンドというんですかね、でですね、シグナル、これはねライブ口座ですので自動売買チェックを外します。自動売買はね、ここもダメだと思います。それでねチェックを外しまして、シグナルはこうきます。 NZDJPY 上に貼る、ね、でこの方にも選別されますので、ここでね、このプログラミング天気ですね、これでね、判定をします。でこれをね、これを1個押すことでもう OK となるわけですね。ライブなんで今押せませんとか、そういうふうにして、通過国は、自動選択、このプログラムによってインストールされましたね。ちょっと長くかかるんですけど、インストールね。それで、こちらまで、アドレスを選択とね、こちらまで持っていくので、まあ、こちらのね、プライミングマウスで、本当に投資していいかということで投資するわけですね。もう一度いきますね。AUDJPY、下にいる。でこれも下に売るでも、マウスはここまで来てますけど、売ってません。ね。それで、こちらね、即ね、打てるように、このプログラミング転勤マウスね、これ。まあ、キーボードですね。小型の、キーボードなんですけど、無線のやつですね。でこれでね、即打つわけですね。で、もう一度行きますけれども、自動売買は禁止なんで外します。それで、通過国自動選択をいたします。で、OBO ですね。この、で、まあ、シグナル、これダミーですけどね、シグナル行きますと、EDRJPY、下に、いる。で、ここに来ますね。まあ、マウスでもいいんですね、これ。マウスで、ね、このとこ来ますから、シグナル機微に打てるように打つということですね。でこれ1分足なんで、すごく緊急で来るんですね。で即打たないといけませんから、1分足の場合はね、このように通過国自動選択しまして、自動売買は禁止なんで、一応、まだ法規では載ってなかったかもしれないですけども、大体ダメなんで、自動売買を外しますね。それで、通過国自動選択しています。この、天気でね、打てるように、インストールしますね。で、もう来たらね、どうかということですぐ打つわけですね。まあ、そんなこと、半馬岩尾先生の投資戦術ですね。必ず自動売買のチェックを外してくださいね。ということです。私しか使ってませんけれどね。こういう投資方法で、このね、素晴らしい、キーボードを利用してます。